ヘンリー・ミンツバーグヘンリー・ミンツバーグはカナダのマギル大学デソーテル経営大学院のクレゴーン記念教授である。ミンツバーグはマギル大学の工学部機械工学科を卒業しマサチューセッツ工科大学スローン経営大学院にて1965年に経営学習士及び1968年に博士を取得。1994年に表した論文、書籍、 ザライズフォール・オブ・ストラテジック・プラニングで現代経営学の戦略論を批判した。ミンツバーグは純粋な理論家とは一線を画す移植の経営学者である。彼の名を一躍有名にしたマネージャーの仕事は実際のマネージャーの活動に随行することで得られた資料を分析したもので、そこにはすでにミンツバーグの研究方法の独創性が示されている。彼は 経営においても実践を重視し、芸術的要素、右脳的要素を重要視する。彼はマイケルポーターに代表される純理論的な経営理論を批判し、良きマネージャーは教室では育成されないと主張。独自のマネージャー育成の教育プログラムを立ち上げると、ともに経済以外の分野に対しても積極的な言論活動を続けている。ミンツバーグは、 古典学派の提唱した管理職の欧論は事実に反すると批判し、また自ら調査を行い持論を証明した。古典学派に対するミンツバーグによる4つの批判、ミンツバーグ SCV。ありがとうございます。